工房のいいことスイッチ。どうもイーゼル芸術工房のロボンです。今日は世界三大美女に関するちょっとした雑学をお届けしたいと思います。世界三大美女といえばクレオパトラ、楊貴妃、小野の小町で有名ですけれども、実はこれ日本だけなんですよ。世界的な世界三大美女というのはクレオパトラ、楊貴妃、そしてヘレネの3人です。ヘレネというのはギリシャ神話に登場する地上で最も美しい美女のことです。どうでしょうか、皆さん知らなかった方も多かったんじゃないでしょうか。ということで、ロボンの雑学、また明日。ちなみに美人薄命と言いますが、小野の小町は92歳まで生きたそうです。